甘いお話。今日は鉄の型で一枚一枚焼き上げる瓦せんべいのお話です。品格と親しみやすさが交差する町、麻布十番。その一角に創業104年を迎える老舗のせんべい屋があります。3代目の須崎雅美さんが毎日店の奥で焼いているのは、明治時代から伝わる瓦せんべい。今日焼くのは卵をたっぷり使ったせんべい。1本5キロの鉄の型を使って500枚を一気に焼き上げます。これが一番重たいの、型っていう2人で。材料は小麦粉、砂糖、そして卵。瓦せんべいは明治時代、ハイカラ菓子として人気を集めました。ありがとうございます。当時から繁華街としてにぎわいを見せていた麻布十番ならではの瓦せんべい。でも瓦の形がありません。やっぱよその真似したくなかったんじゃないのかな。関西行くとさ、瓦が多いから。しそ巻き、抹茶、アルヘイトなど10種類、独自の風味を作り出し、のれんを守ってきました。受け継ぐのは4代目正則さんです。父が一人でやってる時があって、ちょうど不況の時で、この辺みんな商売難しい時にずっと続けてたので、続けることっていうのはすごいなと。麻布十番、粋な男のせんべい十種。甘いお話。今日は庶民の和菓子、今川焼きの新しい形です。ビートたけしが少年時代を過ごした町、足立区梅島。訪問介護士としてこの町を駆け巡っていたあゆみさん。おはようございます。あゆみさんが今川焼き春木亭を始めたのは2年前のことです。あんこが好きだったのと、何かをやろうと思った時にひらめいて、今川焼き屋さん、もう最初はもう続くかどうかも自分でも本当に分かんないぐらい。でも今川焼きへの愛は誰にも負けませんでした。冷めても固くならないように研究を重ね、納得の生地を開発。特製のあんも甘さをギリギリまで抑え、軽やかな味を追求しました。そしてたどり着いたあゆみさんの今川焼き。いらっしゃいませ。焼きたてはもちろん、冷めても美味しいと評判なのです。はい、いただきます。他の今川焼き屋さんは行ったことありません。そうじゃない。いや、それ美味しいですよね。あんこも美味しいし、他の今川焼きとは全然違いますよね。小麦の香りがふわっとくるのがいいですね。焼きたてをここで食べて
であと持って帰ってこうしっとり感の柔らかいのを食べる2回おいしいという感じで、うん、今川焼きが売れなくなる夏、何か手はないかと編み出したのがこれ、チョコでコーティングした冷やしておいしい今川焼き。なんかあのチョコパイみたいで、あのパリパリして、あ、これは美味しいと思って、自分もこの仕事、あゆみさんの天職だったのかも。甘いお話、今日はその場で食べたいどら焼きのお話です。東京上野、日本で最初に作られた公園のシンボルは西郷さん。ウサギを狩りに行く姿だとか、いたいた白ウサギ。今年創業100年を迎えるウサギ屋です。どら焼きがいいの？雨だというのに客足は絶えません。毎日繁盛のその訳は、やっぱりどら焼き、例えば明日食べるとか明日あげるって言われちゃうと、もうなんかこう気持ちの中で悔しくなっちゃうんだよね。いや、もう明日を食べても美味しくないですよと。どら焼きは焼きたてが一番。そのために工場は朝早くからフル稼働です。あん作りをするのは若い職人。滑らかな粒あんにするために丹念に豆をより分けます。今日でどら焼きが大体8000トン。こまめに火を調節して小豆を煮てゆきます。職人の舌の感覚が何より正確。種は卵の弾力を残したまま火にかけます。こちらは先代が業者と開発したどら焼き焼き器。上下から熱を当てることでサクッとした食感になるのです。とろみのある粒あんは2日寝かせて味を落ち着かせます。仕上げは職人たちの手作業。縁をギュッと押さえて美味しさを閉じ込めます。うさぎの餅つきならぬうさぎ屋のどら焼き。真実は皮の中、逃さぬようにご賞味あれ。甘いお話、今日は時を超えて生まれた2つの和菓子のお話です。おめでとう、そんな名前の和菓子があります。東京飯田橋、ここに江戸城がそびえ立っていた頃、その菓子の製法は生まれ、飯田橋万年堂で名菓として受け継がれてきました。おめでとうは自家製のこしあんを使った和菓子。食感を出すため米粉などをブレンドした粉を混ぜ、こしてそぼろ状にします。丁寧に小豆を並べ蒸し上げると、まるでお赤飯のような姿に。なんともおめでたい和菓子なのです。おめ
めでとうなので、もうおめでたい時です、お祝いの時に差し上げたり、自分にこうめでたいことがあった時に皆さんにこう配られたりとか、名前でこう引かれてこう買っていただくお客様とか多いですね。2013年、新たな仲間が加わりました。その名もありがとう。遥かな時を超えて生まれたアンサー和菓子、白あんに飾りの大福豆がアクセント。このお菓子、お客さんの熱い要望から生まれたとか。お客様の方からありがとうっていうお菓子を作ったらっていうお話は本当に昔からもういただいてまして、ありがとうってとにかく気づくとすごく使ってる言葉で、いい言葉ですよね、はい、おめでとう、ありがとう、美しい日本の言葉が和菓子の味を引き立てます。